斉藤光は、日本のクラリネット奏者、指揮者。岩手県立、黒沢市立北高等学校卒業後、1973年4月に、国立音楽大学企画科に入学し、クラリネットを、大橋幸を浜中孝一に指示。1977年3月大学卒業と、同時に、西ドイツの国立北西ドイツ音楽アカデミー、デトモルトに留学。 デトモルトにおいてはクラリネットを、ヨーストミヒャイルス、ゲルハルト・アーベルト、ハンス・ディートリヒ・クラウスに、室内学をヨーストミヒャイルス、エフ・ビルヘルム・シュヌーアに指示した。1980年6月に、デトモルトを首席卒業後は引き続き指揮下に在籍し、マルティン・シテファーに、ヘリベルト・バイセルに指示した。1982年に帰国。1983年より、 毎年初夏にリサイタルを開催している。ソロ奏者としては毎年初夏に藤井和之と共にリサイタルを開催。アンコールで必ず演奏される藤井とのインプロビゼーションにはファンも多い。NHKFM などにも定期的に出演している。室内楽では毎年2月頃に斉藤孝と仲間たち早春のコンサートと題した演奏会を開催していたが2009年からは 時期を2月頃から5月頃へ変更し、斉藤孝と仲間たち木管30層の夕べに演奏会のタイトルを変更した。毎年開催される木管アンサンブルのユニット名。メンバーは、以下の通り斉藤孝、東郷義秀、伊藤つねお、石厚史斉藤孝、北島明、石厚1983年にドイツより帰国した後、 日本国内にて吹奏楽指導を開始した。上記項目の指揮者としての活動の一環として、吹奏楽やクラリネットアンサンブルへの編曲作品も多くなされており、他に編曲がないなど希少な作品も多い。長らく出版が待たれていたが、2012年7月、ミュージックベルズより吹奏楽編曲作品の出版が開始された。 吹奏楽への編曲作品としては以下のものがある。ありがとうございます。